ダンネブロ勲章内とグランドクロス聖章、ダンネブロ勲章はデンマーク王国の勲章の一つ、ダネブロー勲章と表記される場合もある。最下級である三等級が騎士を示すことから、ダネブロー騎士勲章などと表記されることも多い。デンマーク王室がデンマークに対し文化、芸術、スポーツなどで特に功績のあった人物に与える勲章でイギリスにおける 大英帝国勲章などに相当する。勲章名のダンネブロはデンマークの国旗を意味する。1671年にクリスチャン五世によって創設。もともと騎士団のメンバーに与えられる勲章だったことから当初は受賞者が最大50名に限られていたが、1808年に制度が全面的に変更され、下記に示す4等級制となった。以後は、 大英帝国勲章同様に外国人にも叙勲が可能となっている。1808年の制度改正以後は以下の4等級制が維持されている。前述の通り外国人にも叙勲可能なため日本人にも受賞者がいる。日本国内でデンマーク名誉領事を務めた者に与えられる例が多い。ありがとうございます。